世田谷区立カラス山中学校は、東京都世田谷区南カラス山に所在する日本の公立中学校。主に属称として、カラス中が用いられる。世田谷区北カラス山、南カラス山の一部及び、上北沢五丁目の一部が学区である。世田谷区で最も西北に位置し、学校自体が、学区の南端にあるため、学区の一部からの通学には40分近く要する。 地区もある。なお、上北沢五丁目の一部は、道光学区の飛び地であり、通学路は、杉並区を経由する。所在地は、東京都世田谷区南カラス山四丁目26番1号。北側に、甲州街道、東側に、松葉2、西側に、カラス山交番通り、南側は、住宅地でその南に、旧甲州街道が走る。かば色の新校舎が、 公衆街道から見えるほか、児童館などの区施設と共用しているため、温水プールやテニスコートなどを備える。生徒数は約500名。基本的に生徒は、カラス山北小学校、宮殿小学校、武蔵川岡小学校の卒業生であるが、宮殿小学校の卒業生の一部が上訴し、谷中学校に入学する学区もある。また、 カラス山小学校の卒業生も一部入学する。部活動と行事が盛んで、毎年に学期10月11月頃に行われる合唱コンクールにも力を入れている。1980年代はカラス山中学の地域での評判は非常に悪く、中央高速道路以南で不良のテリトリーといった概念が強かったが、本田ダ人志教諭現職の尽力により、 区内でも有料な中学に様変わりした。2004年の新校舎建設にあたり生徒は、プレハブ校舎の使用を強いられこの年度までの後期中、学区内小学校からのカラス山中学校、進学率が低下したが、2004年4月の新校舎開校年度から人気が急上昇し、本来上祖市谷中学校区域などの地区に住む生徒が、多く、カラス山中学校に越境した。 しかし最近の越境規制の強化に伴いここ、数年は学区外からの越境がほぼ不可能となり、近隣中学との進学者数バランスが戻りつつある。カラス山中学校は、世田谷区の最北端西北に位置するため、校舎が学区の最南端に存在し、区内最北端からの通学時間が1時間近くなり、逆に、公衆街道近辺に住む生徒が最寄りである。 カラス山中学に進学できず、上、ソシガヤ中学に進学を強いられる問題があり、越境規制は、カラス山近隣住民には、地理的に、不合理にならざるを得ない。特に陸上部、バドミントン部、野球部、バスケットボール部は、都内の大会に出場することが多い。吹奏楽部も2011年、2013年、2014年、2015年に、金賞を受賞している。 また、演劇部は7年連続区大会で、生徒賞を受賞している。2015年は、都大会出場、2016年は、都大会推進奨励校に選ばれた。女子バレーボール部も2019年に、都大会ベスト32を果たしている。外部評価調査では統計調査で生徒の学校に、対する評価が高く、特に行事に対する関心だけは保護者、地域からも高い。 しかし、授業のみで十分な学力が養えるかという質問に対しては70%近くが思わないと回答している。ありがとうございます。